をやる、そういうことは本当にいいのか、絶対だめだ、私はそう思いますよ。そうだ、そのとおり。また安倍総理から柴山副大臣、私も安倍政権の内閣の一員として、総理から言われていることは、結果を出して、結果を出して政治に対する信頼を取り戻せと言われています。そうだ、安倍総理はものすごく責任を感じているんです。6年前の私の参議院選挙、実は安倍総理のもとで戦います。残念ながらこれ以上負けたこともないぐらい負けます。あれから衆議院と参議院のねじれが始まり、その1ヶ月後に安倍総理が体調不良で政権の座を投げ出してしまった。あれから1年交代で日本の総理が変わる。その前、伊勢神宮に行った時に宮司さんが言ってます。佐藤さん、1月4日、日本の総理が伊勢神宮に参拝される。でもこの6年間、同じ人が2年続けて来たためしがないんですよ。これで日本が強くなれますか、日本国民が幸せになれますか、絶対無理ですよ。違いますか皆さん。そうだ、本当に本物の真っ当な政治家のリーダーシップでこの日本を立て直さないといけないんです。6年前の安倍総理と今の安倍総理比べてください。多くの先輩の自民党議員が言います。安倍は成長した、一回挫折を経験して這い上がった男、やっぱ腹が違います、覚悟は違う。触れずにしっかりとこの6年間溜め込んでいた自分の思いを、経済政策も復興も、そしてこの防衛関係もしっかりとこの半年間結果を出せるじゃありませんか。まずは景気経済が大事だ、復興が大事だ、防衛が大事だ、盛んに言われます。景気を見てください。去年の789の GDP マイナス3.6% ですよ。これがこの1月、2月、3月、なんとプラスの 4.1 です。設備投資も増えてる。どうだ、有効求人倍率も 0.9 になった。居酒屋行っても人が増えてる。どうだ、この東京のその実感が、都民の実感が、あの都議会選挙で自民党全員当選の流れになったんです。どうだ、全国津々浦々まで広げる、これが今回の参議院選挙にかかってるんです。この所沢だって埼玉だって、この恩恵がまさにこれから来る。埼玉県議会もついこの間やっと今年度の予算の審議を終えて閉じた。この所沢の市議会もそうです。まさに今年度予算がこの秋からどんどん実行されて、さらにこの実感が我々に来るんです。まさに安全と安定と安心の実感をいかに国民に届けるか、この道半ばで止めちゃダメなんです。この流れを、実感を心の中に持ってきましょうよ。そうだ、みんなで。その復興だってそうなんです。昨日安倍総理ともに福島で演説をします。1000人以上の方が安倍総理の復興に期待してるんです。多くの国会議員、宮城県も岩手県の国会議員も復興担当大臣やりたかった。でも今回安倍さんが命じたのは、このままで落選をしていた福島の衆議院議員です。総裁選挙の時に一番最初に遊説に入ったのも福島、総理大臣になって一番最初に地方に入ったのも福島、昨年末の衆議院選挙で一番最初に入ったのも福島、今回の参議院選挙で福島もブレずにやっている。その結果が徐々に出ている。今年あの浜の広の町の2年ぶりに田植えができたんです。除染も徐々に来ているんです。見直しも言ってる。まさにこの流れを止めちゃダメだ。お前もそうなんです。皆さん覚えてますか、1月30日中国の軍艦が海上自衛隊の護衛艦にレーダー照射をしました。あれを発表しろと命じたのは、これも防衛大臣ではなくて安倍総理なんです。これはいけないことだ、危ないことだから、しっかりと証拠を固めて発表しろ。びっくりしたのは中国です。前の政権と違う。だから軍部から中国の外務省は何にも聞いていないから、もう報道家が右往左往した。聞いてません、知りません。あんな中国見たことがない。しまいには抗議である、謝罪を求める、売れない強さがあります。そうだよ、
私、防衛大臣政務官として3日前まで沖縄にいます。今、尖閣がいろんな大変なことが起きている。その尖閣について、あの民主党政権以来、鳩山さんが県外だ国外だ、わけのわからない論外みたいなことを言ってぐちゃぐちゃにし、あの三首相が尖閣諸島の問題について接近を開始した。さらにはあの鳩ポッポがですよ、鳩ポッポが今も言ってるね。中国から見たら尖閣諸島は日本が盗んだと思われても仕方がない。とんでもない、どう思います？とんでもない、どうだ、あなたはどこの国の総理なんですか？どうだ、どうだ、しかも回路宣言見てみろ、あれに書いてるじゃん。しっかり見れば、まあ、そんなこと書いてないし、回路宣言は条約でも何でもないんです。しっかり法律のところやんないといけないのに、わけなわからを言ってる。で、日本政府に勉強しろ、お前が勉強しろ。どうだ、しかもおかしいぞ、あの変革について、これは軽率だ、馬鹿言ってんじゃない、軽率って認めたら領土問題でしょ。そうです、日本が自ら領土問題と認めてしまったら、アメリカには第三国の領土問題には関与しないっていうルールがあるんです。日米安保条約は適用されない、そこまで分かって言ってんのか、多分分かっていないんでしょうね。だから沖縄の人怒ってます。自分の問題ですから、もう鳩ポッポの不具合が大変だと、当時をしてもしきれない、早く宇宙に帰れとか、安倍さん三本の矢、四本目の矢で低いと返してほしいとか、そんなこと言ってます。そんないい加減な政治は我々自民党はやりません。責任政党として政策中心でやります。あのわけのわかんないようなコンクリートの人とか、国民の生活を第一、あんなパフォーマンスで我々は票を買うことを絶対しません。あの所沢のあの病院、
大目塚大学校の病院は皆さんにとっても我々にとっても宝なんです。そうだ、航空自衛隊にとって F-35 は大事なように、大目塚大学校にとってもピカピカの最先端の医療技術を持った病院がなければ、いいお医者さんもいい看護師も作れない。これは結果としてこのところの市民が困っちゃうんです。そうだ、佐藤正久防衛大臣政務官として防衛医科大学校に行き議論し、まさに私のもとで防衛医科大学校の改革を今やってるんです。今まともな人間が本当にまともなことを言わないと、みんなどんどん口を塞いでしまったら困るのはまさにこのところの人なんです。やっぱり10歳時間後から7歳時間後に戻さないといけない。もっと多くの優秀なお医者さんを診療に外に行ってもらわないといけない。皆さんの診療をもっとやってもらったら予算もつけないで、当たり前のことなんです。そう言わないんですよ。私はこの自衛官です。多くの意見をもと同じ仲間から言われてます。私が言わなくて誰がやるんだ。防衛大臣政務官のもとに隊員の名誉が飛ぶ誇り、これを改善するチームを作り、防衛医科大学校の改善のチームを作ります。まさにここで佐藤正久が埼玉在住のこの埼玉県に25年住んで、埼玉からいただくご覧校に送り出してもらったこの佐藤正久、自由民主党県連入っている埼玉県連に入っている佐藤正久としては旗作りに約束、我が道仲間、どうか皆様この佐藤正久に皆さんの力を与えていただいて、再び国政の場で防衛大臣政務官として働かせてくれ。経済も復興も防衛も安全安心安定の実感を皆様のもとにしっかりと届ける。日本に生まれてよかった、また住むなら心の埼玉がいい、そういう埼玉を大玉にしてまいります。どうか皆様の思いを佐藤正久に与えてください。そして皆さん一票を佐藤正久に与えてください。輪を広げてください。3人の比例は10人の比例と違って、個人名佐藤正久って書いてもらわれる党にならないんです。ひげの代償はダメです。無党票ですから。佐藤だけでも他にも佐藤さんがいますので、正久まで書いてもらってやっと 1.0 票です。でも投票と言うと比例候補